東京生博物館で展示されている M132 自走火炎放射器 M132 は1960年代初期アメリカ合衆国によって M113 及び M113A1 走行兵員輸送車をベースとして製造された自走火炎放射器である。約350両が調達された。1962年8月最初の試作車両が製造され、 火炎放射器が搭載された。この試作車両はその年、戦闘で4回用いられただけであった。1964年12月、2台の M132 が第一機兵士団に配備され、その実戦経験に基づいて、それぞれの連隊に4両ずつの M132 と2両ずつの M113 が配備されることとなった。車両は M113 をベースとしており、 操縦手は、車体前方左の席に座る。車体中央の小さなコマンダーキューポーラには、M10 から8助走用火炎放射器と 7.62mm 同軸機関銃 M M73 が取り付けられている。これらの武装は360度回転させることができ、上方55度、下方マイナス15度程度まで強角をつけることができる。兵員室は除去され、m 燃料、 加圧ユニット及び4つの球体型50ガロン燃料タンクに置き換えられた。搭載された200ガロンの燃料によって最高32秒間点火することができ、加圧ユニットは200メートル台の目標へ炎を放射することを可能としている。ありがとうございます。